があるところ、また供養集あり。どこへ行こうと、ご供養を欠かさぬようにの。Thank you.
Thank you.
これは猿酒ではありませんか。何がおかしいのだ。まずはいただきますね。辛い。そう、お猿。私は猿には何かと縁深いのです。猿と。はい、何せ私は猿に拾われた子です。うん。信じていませんね。幼き日、戦場跡に一人、私は呆然と立っていました。何も泣くことも怒ることもできず、ただ呆然と。そうしたら猿が握り飯を食っていた。猿がか。はい、それはうまそうに、恨めしいと思いました。そうしたら今度は猿が握り飯をくれたのです。とてもうまかった。親切な猿だ。まことに親切な猿でした。酒を。あら、せっかくです。いただきましょう。おいしい。くすしをしているとこうして飲む以外にもお酒を使うことがあります。清めなどか。はい、他にも痛みが耐えられぬものに飲ませたりですね。ですがまだ子供の自分はお酒の匂いが苦手でした。子供の頃から薬師の手伝いを。はい、死の道元様のお役に立ちたかった。兄弟子たちと競って患者の手当てをしたものです。この時世です。矢傷や刀傷を負った者も多かった。そうか。どうした。いいえ、それから時折忍びの者も参りました。一度とても困った患者が。どう困ったのだ。なかなかに喋らぬのですよ。どこが痛いのか、どれほど痛むのか、それがわからぬので並行しました。そうか。まるで人ごとのような物言い。なんだと。いいえ、何でもございません。それが不思議りか。赤炉抜けぬとは。奥の院の巫女が言うには、不思議りは抜いた者に死をもたらす刀。お主のようなものでなければ扱えぬ代物か。不思議りを抜き、
その赤き刃を見たとき、私も一度死にました。ふん、そうか。赤き刃がな。のう、セキロ。不思議があれば、本来死なぬ者をも殺すことができる。まこと恐るべき刀じゃ。そうは思わぬか。何がおっしゃりたい。その刀がお主の手中にある。何を切るか。よく見定めてから抜くことじゃ。これを。おお、もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった。どうとは。刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは。巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。酒を。おお、セキロ、気が利くの。お、猿酒ではないか。火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか。知りませぬ。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔、わしは、修羅を、いや、修羅のごときものを切ったことがある。それは一体。切り続けた者はやがて修羅となる。何のために切っていたか、それすら忘れ、ただ切る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに切られぬよう肝に銘じろ。は、不思議り、死なぬ者を切る方、よく見定めて。
ぜ泣く？悲しいのです。何が悲しい？今頃はサクザ様、どこにどうしてございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ御仁、サクザ様はいずこですか？知らぬ。ああ、あなたも嘘つき。どうしてみな隠すのですか？だねさ、知る。